蚊がいるだね、これね。すっげえ蚊がいるけ、うん、どうもどうも。ね、どうも、ハリトタコシでございます。いや、今日はですね、外に来てますね。外で何をするかっていうとですね、新コーナーね、狂人のネタっていうコーナーをやりたいと思いましてですね、今話題になってる狂人のですね、ネタをですね、ちょっと、見ながら、ちょっとトークしようじゃないかっていうね、そういうコーナーです。で、今日一発目はですね、蚊がすごいね、大狂人のですね、桐野安夫さんにちょっと来てもらってます。どうぞ、桐野安夫さん。いや、ほんとにもう蚊がすごいですね。あえてここでやる人はないんだけどね、別にね。いや、そうですよ。だってあのね、入り口のところに貼り紙がありましたから。なんてあの、デング熱に注意してください。蚊が大量にいるんで。スーパーデングで。書いてましたからね。こんなとこでな、わざわざやる必要はないんだよね。いや、ほんとですよ、これ。一週間後に二人とも高熱出してるかもしれないですよ。で、今日はですね、狂人のネタということで。お互い今日第1弾のゲストなんですよ。いやー、狂人のもうね、あの、素直に喜べないですね。大狂人のネタ。うん、大狂人ですか。もう狂人ですらアウトなのに大つくんですか。話題の大狂人のネタを今日は、その大狂人本人と見ようっていうね。いや、これはちょっとなかなか酷な企画ですよね。まあそうです、ね、言ってしまえば自分で出したうんこをまた見るようなもんですからね、私。でね、こういう外で大狂人のネタを見るっていうね、それがいいんじゃないかと思って外でやったんですけど、蚊がすごいね、これね。蚊がすごいですよ、本当に。スーパーデングです、スーパーデング。いや、もう狂人、本当にでも嫌ですね。何が。いや、昨日も私ちょっと狂人を見ちゃったんですけどね。見たの。あの、ちょっと外でバイトやってたんですよ。さ、昨日あの地震があったじゃん。あったあったあった。震度5ぐらいの地震だったんですよ。5弱ね。もうガタガタガタになった途端にですね、シースルー1枚のババアが出てきて、80ぐらいのババアがですね、もう見えてるんですよ。多分寝巻きのそのシースルーのスケスケの状態でこう出てきまして、出てきて、お兄ちゃん地震だよ地震だよ、どうすんのどうすんのって来て、どうすんのどうすんの言われて、あの、とりあえず洋服を着た方がいいかと思いますつって言いました。私はもう、ほいで、そしたら、ああ言ってまた戻ってきましたけどね。大狂人ね。大狂人、お前大狂人と大狂人の絡みってことでしょ。いや、多分両方ともまともなんだよ。あ、そう。それはもう、じゃあ早速見ますか。はい、あの、話題になってる大狂人のネタがあんたの、あの、シットマンっていうね、ネタがあるんですけど、それをですね、ちょっと今日は一緒に見たいと思います。ありがとうございます。はい。仮面しかない。仮面しかない。イケてる男子たちを。カツラなんだ。カツラ。カツラはこれあの角刈りです。ああ、その設定があるんだ。あります、あります。ちょっと子供あの外のライブ行ったらマントが外れました。ただの角刈りの男になっちゃう。角刈りと仮面。仮面だけです。私の嫉妬の数々を聞こえ。嫉妬の数々ね。ネタ忘れたんだろ。そうですね、これ止めますね。なんならもう入り口でデバイスがかかってないんですよ。そうなの。音響トラブルがあります。この前ね、合コン行ったんですよ。そしたらさ、女の子がね、めちゃくちゃ喋る、明るい、面白い子が好きだって言うから、いっぱい喋ったんですね。そしたら、一言も喋ってないイケメンが全部持ってったんですよ。
か静かなのが分かりますか。静かなの分かるんだけどね。さあ、怪しくなってきましたよ。自分で分かってるんだ。その時アンドレの三助さんしか笑ってなかったですよ。いやね、この前ね、ヒットマンこんなことあったんですよ。あのね、ヒットマンね、G ショック買ったんですよ、G ショック。でこれを友人の前田君に自慢したんですよ。そしたら、前田君、30万のロレックスを買ってたんですよ。落ちてないんだよな。これはひどいですね。これはちょっと皆さん気が付きましたか。中身で一切笑うとこないですよ、ね、これ。深いテーマ。はぁ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 、削って顔が笑もう笑ってるのか。削っちゃってる。これはひどいですね。嫉妬で顔が歪んだっていう設定ですけど、うん、まあ、それ以上に歪んでますね。耐えられなくなっちゃったな。いや耐えられないですね。これできることならもう死ぬまで見たくない動画でしたけどね。あ、これ、そう、俺毎晩見てる。それはもう異常ですよ。あ、そう、でこれでも面白いやん。せっせっ面白いやん、これ。そうですね、これだからもうこれは今年はもうちょっと私も R1 に向けてせっ行くの、このシットマンをちゃんと改良して大改造しないといけない。おーおーおーせっせっ。あれだね、たけしさんのコマネチに匹敵するよ。コマネチの、そうですね、な、逆バージョンと言いますか。逆バージョン、コマネチこうだもんね。シッツッ。これひらがなのシってことなんだ。そうなんですよ、これが狂人のネタですか。狂人のネタ話題になってるんですよ。本当ですかね。そうそうそう、狂人のネタがあるっつって、うん、いやこれはちょっとまあこう狂人っていうカテゴリーに入った時点でもう世の中に出れないですからね。それはもうこれはもう狂人でしょ。いや狂人じゃないですよ。あれはちゃんとしたブリッジですから。ブリッジなの。ここに子供たちがやっぱ食いつく要素が。なんでこの C に行く前にああってなんのよ。、まあ、顔面 CK2 じゃない俺。まああの辺はやっぱ大人受けですよね。大人受け、やっぱ大人受けを狙いつつ子供にも受けるっていう。はいはいはい、なるほどね。ちょっとだから苦みのあるチョコレートみたいな感じですよね。あ、ビターってこと。ビターな、あーって ここがビターな部分ですね。ビターね。でここが甘いってこと。甘いところです。あ、まあ分かりました。まあでもまあ、はい、私は楽しみましたけどね。いやありがとうございます。今後どういう方がラインナップでこう続いていくんですか。次はですね、あのアシラクさんです。あの方は本当に狂人ですね。あの方はもう最近なんかちょっとあの方も話題になってますね。話題になってるでしょ。ちょっと言葉じゃ言えないところが喋り出すという。そう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 、まあまあネットですからね。あ、そうですね、ネットなんで別にそこのあんまりそのテレビで言えないようなこともちょっとぐらいだって言えんじゃないかね。まあそうですよね、あれだってあのネタちゃんとダイレクトで言ってないわけですよね。あ、言ってない言ってない。あ、そうだよね。そうです。あ、だったらあれメディア行けんじゃないか。まあ無理でしょうね。無理か。いや、わかりました。はい、じゃあ今日の、狂人のネタ、はい、桐野康夫さんでした。どうもありがとうございました。じゃあ最後にこれを。ああ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